今日は身近にある照明を使っていろんなライティングをして遊んでいきたいと思います。こんなのとかこんなのとか。はい、皆さんこんにちは、みっちーです。今日もブログアップしていきます。照明ということでね、いろんなね、僕も YouTuber さんをね最近見させてもらって、なんかどうやって撮ってんだろうなみたいなのをすごく目にするんですよ。すごく映画っぽかったりとか、ドラマっぽかったりとか、なんかいろんなね映像を目にすることが増えてきまして、で僕もねまだまだカメラもそういった撮影もね始めたばかりなので、これからいろいろ勉強していこうかなという最中なんですけども、やっぱりね見てるとカメラ、もちろんいいカメラ使うっていうのは、綺麗な映像を撮るには不可欠ではあるんですけど、何よりもねライティングが大事だよっていうのをいろいろ動画を見ていく中でね、ああなるほどそうなんだなと思って、感じた部分が大きかったので、どれぐらい変わるのかっていうのをねやっていこうかなと思います。僕はねそんな大それた照明器具っていうのはないんですよ。皆さんみたいに大きな照明こうパカッと開いて撮れるような照明とかそういうのはなくて、昔にね紹介させてもらったビュートビットかユーテビットの LED 照明204級のやつかな、1個だけ持ってます。ビデオライトというやつはねこれを使ってます。ただ普段の撮影では実は照明この LED ライト使ってこなかったんですよ。でなんでかっていうと、試しにつけてみますよ。わかります、これ明るくはなるんですけど、僕メガネしてるんでメガネの中に光がね入り込んじゃうんですよ。これがねちょっと僕嫌だなと思って使ってこなかったんですよね。まあ、メガネ外せばいいんですけど、そうすると、実際このプレビューしてるモニターの焦点が合ってるのかピントが合ってるのかっていうのがわからないので、なので使ってこなかったんですけど、ちょっとその辺もね今回は気にしながら配置とかやってみたいなと思います。で多分これ1個でうまくいくかどうかっていうのがちょっと怪しいので、他にもねいくつか照明、家の中にある照明っていうのを使ってみようかなと思って集めてきました。で一つがこれね、家にあるか分かんないですけど、昔金魚を飼ってた時に使ってた照明です。撮影スタジオとか見に行くとなんかこう縦に照明立ってるじゃないですか。だったらこれいけんじゃねえかなと思ってちょっと引っ張り出してきて、使ってみようかなと思います。であとはこれですね、100均の LED ライトなんですけど、これ USB タイプになってて、これをパソコンにつなぐと光るんですよ。なのでちょっとしたね、ほんのちょっとこうあんまり強くないけど照明が欲しいなっていう時に使えるかなと思って1個買ってきました。買ってきましたというか、実はこれ地震で停電した時に、YouTuber のお友達からこういうの使えるからいいよっていうのですぐ買いに行きました。我が家も停電になった時があったので、はい、それからねこれ使ってます。なのでこんな感じでパソコンにつないでスイッチを入れるだけでこんな感じで照明がつきます。ということで、やっぱなんで照明にするかっていう部分なんですけど、僕いつも外の自然光を使って撮ってるんですよ。今まさにこれ自然光とこの部屋の上のライトを使って撮ってるんですけど、やっぱり天気が悪い日とかそういう日っていまいちこうパッとしない映像になっちゃうんですよね。でそれもあって編集で、あこの日はこういったラットを乗せるとなんかかっこよく見えるなとかっていう風で、毎回ちょっと絵がねばらついてたんですよ。でそれをなんとか、安定できないかなと思って、今回ねこういったライティングの動画を撮ってみようかなと思いました。はい、なので早速ねちょっと電気を消していろんなライティングねやってみたいなと思います。行ってみよう。はい、じゃあ早速ねまずねカーテンの方を閉めていきたいと思います。こちら側がねカーテンになるんですけど、はい、これねカーテン閉めた状態です。どうでしょうか。遮光カーテンではないのでやっぱ若干光はね入ってきたりはするんですけど、先ほどと比べると暗みが出たんじゃないでしょうか。
じゃあ次、部屋の上の照明消してみたいと思います。はい、いかがでしょう、ね、後ろもちょっとやっぱ光が入っちゃうんで、まあ、もうちょっとしっかりねやろうと思ったらシャッターを閉めた方がいいかなと思います。じゃあまあせっかくなんでね、シャッター閉めちゃいましょう。はい、閉めました。なので今入ってきてる光はこっち側の太陽光、自然光だけですね。ここはシャッターがないのでちょっと閉めれないんですけど、この状態でやっていこうかなと思います。じゃあまず最初ね、一番楽なこれユートビットの LED ライトをつけていきます。で、場所は僕のこの右下あたりでつけてみます。はい。で、こいつね、ダイヤルで調整が効くんですよ。こうやって強くしたり弱くしたり。なのでまあ一回ちょっと弱めでやってみたいと思います。で、この状態だと右側がすごく強く当たってて、こっち側がね多分黒つぶれするぐらいの感じかなと思います。なので角度もね多分気をつけた方がいいかなと思います。次、先ほどの金魚の水槽に乗せるやつをこの右側ちょっと右前ぐらいに置いてつけてみます。そうするとどうでしょうか。こんな感じです。ちょっとなんか雰囲気出てきましたよね。ちなみにこの照明がね、こんな感じなんですよ。真っ白じゃなくて、金魚のね照明って少し青みがかってるんですよね。なので逆にちょっといい雰囲気を出せるかもしれないです。こんな感じ。結構ね僕はこの状態いいなと思います。で、まあ、若干この辺りね、左側この辺りが暗いじゃないですか。なのでこれを補うために、先ほどの100均で買ってきた LED USB に挿す LED ライトをつけてあげるとこんな感じ、ちょっと見えますよね、ちょっとね。なのでまあどっちがいいかっていうのは見た感じだと、まあ、わかんないんですけど、このメガネにやっぱ光がねどうしても入ってしまうのが僕は気になるので、まあ、消しておいてもいいのかなと思います。で、こっちの照明、ここのこれね、こうすると LED ライトの照明がメガネに入るんですよ。で、これをなんとか消したいなと思うんですけど、そうするとこの角度、モニターの位置とカメラの位置が違うんで国が難しいんですけど、あんまりこれメガネの方にはっきりと光源が入っちゃうようだったら、こういうビニール袋を使ってディフューザーの代わりにしようかなと思います。ディフューザーっていうのは光源を直で当てるんじゃなくて、広げる効果を持つちょっと白い膜みたいなね、そういったものらしいので、それの代わりにビニール袋っていうのをつけてみようかなと思います。ビニール袋で上にポンと乗せるだけです。そうするとどうでしょうか。メガネにね入る光源が柔らかくなったの分かりますかね。もう一回やってみましょうか。これを取ります。取るとこんだけ入るんですよ。こんだけね。で、これをビニール袋でかぶせるだけです。かぶせるだけでどうでしょうか。ちょっと柔らかくなりましたね。こんな感じでメガネの入り込みっていうのがね防ぐことができました。わりかし、こんな感じ僕好きですね。ただちょっとね暗いチャンネルだなみたいな風にはなるかもしれないですね。なんかね、ハウトゥーを出してるようなチャンネルさんとかだったらこういう感じでもね、なんかちょっと雰囲気があっていいかもしれないんですけど、まあ、僕はねまだまだそんなあだこうだね解説できる、まあ、デザインに関してはお仕事でしてるんでいいんですけど、カメラとか照明に関してはまだまだなので、これから勉強していく立場としてはこれがいいですよなんていうのはちょっとまだ言えないんですけど、個人的には結構ねこういった感じも気に入ってます。で、今これ照明を、LED ライトの方を一番弱くしてる状態なんですけど、これをじゃあビニール袋をかけた状態でマックスにしたらどうなるか、ちょっとガサゴソいっちゃうんであれですけど、ちょっとピンポン来ちゃいました。一回止めます。はい、ということでちょっと物が届きました。多分買ったものだと思うので、これはまた後日。ということで、
まあ、僕が今使ったのが金魚の水槽の上に乗せる照明 と LED の照明で、この照明も LED の照明2000円ぐらいで、金魚の照明も多分それぐらいだったような気がします。だったらやっぱ大きいの買った方がいいよっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ、家にあるものということでね、使ってみました。で、今ね、これさっき、LED の照明の方をマックスにしたんですけど、どうでしょうか。ちょっとまた雰囲気変わりましたよね。なんかこう青い光がなくなって白っぽい感じが強くなりましたよね。これまた戻すと、ああなるほどね、こんな感じになります。これ一番弱い状態ですね。さっきと比べてどうでしょうかね。どっちの方がお好みでしょうか。まあ、僕的にはもう少し上げても良さそうだな。こんな感じかな。あんま変わんないか。結構ビニールのこの欠け具合とかによってもまた変わってくるので、まあそこはね、試しながらいろんな調整をしたいなと思います。実は他にもね、あの鏡があるんですよ。縦長の鏡があるんですけど、そこにね、あの照明がついてて、でそれがまあ白ではないんですけど、ちょっとオレンジっぽい感じ、それも撮っていきたいなと思います。じゃあ今からつけてみます。はい、どうでしょうか。またちょっとなんか雰囲気変わりましたよね。もうね、あの LED 照明じゃなくて、あそこの照明はまあ、あのガラス電球というか、はい、のやつなので、まあ、結構柔らかいオレンジ色の光がね、出てるんじゃないでしょうか。ただめっちゃ熱くなるんですよ。使い終わった後にもう触れないぐらい熱いんで、まあ、理想はあそこも LED か何かに変えたいなと思うんですけど、僕の正面、カメラのちょっと右前、正面を上に向かって光を当ててます。ちょっと壁にバウンスさせてる感じですね。で、少しこうオレンジっぽい光を壁に残してるみたいな感じですね。で、実は下にもう一個オレンジの照明があるんですよ。で、それつけてみましょう。はい、どうでしょうか。この辺の入り具合変わりますよね。この辺の、わかります？この見えるか見えないかぐらいのカーテンの反射のところもちょっと入ってくるっていうのを、面白いかなと思います。ということでね、今日はまあ家のね、身近にあるものというか、僕の家の中にある照明を使って、どんな感じでね、こうライティングするとかっこよくなったり、するのかなっていうのを試してやってみました。今後どういう風に使っていくかっていうのはまだ決めてないんですけど、もしかしたらこういった雰囲気の動画を撮っていくかもしれないですし、それかまあ今まで通り自然光でね、撮っていく場合もあったりはするので、まあ、そこはいろいろ考えながらやっていきたいなと思います。ただまあ皆さんがね、動画撮る上でなんか、あ、こういうものを使えるんだとか、いうのが参考になってくれたら嬉しいなと思います。まあ、今回僕おすすめするのは、まあ、LED ライトはもちろん1個あった方がいいとは思うんですけど、これね、ビニール袋、目に入り込む光っていうのを抑えてくれて、広げてくれる、光源をね、広げてくれる役割を持ってるので、ちょっとぜひね、使ってみてもいいかなと思います。で、あとはこれ、金魚の照明、これはね、僕結構おすすめですね。縦長の照明ってなかなかないじゃないですか。ちょっと見栄えは悪いんですけど、これをね、ポンと置くことができるので、個人的にはめっちゃいいなと思いました。100均で売ってるね、こちらの USB ライトですね。結構ぐにゃぐにゃ曲がってね、使いやすいので、ちょっとした正面から当てたり横から当てたりっていうのにすごい使えると思います。いかがだったでしょうか。いや、個人的にいろいろ照明で遊べたのは楽しかったですね。はい、なので皆さんもね、もし参考になれば嬉しいなと思います。はい、ということで今日の動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは、ミッチーでした。バイバイ。